Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。これから講義を始めますので、沿道の方も。
柱である選挙権と立候補権、これにもっと光を当てるべきであろうと思います。Thank you.
Yeah.
ケの刑は釈放、釈放、釈放、釈放。3万議席定数があります。1万人ぐらいは今新しい感性の人っていうか当たり前の感性の人たちが入っていかなきゃいけない。僕今回選挙出るのに600万供託金払いました。地方選挙出るの30万とかでいいんですよ。村だったら供託金なかったりします。あと定数に足りてなくて立候補すれば絶対受かるところとかもあります。で、高学歴ニートの皆さん、家に引きこもって親のすねかじってる場合じゃないです。1万人ぐらいはいい就職先ありますよ。世の中のお役に立てて町からね結構いい給料出ますよ。いろいろ調べましたけどね、市だと60万ぐらい出ますよ。ちっちゃい町でも20万出ますね。あともう世の中のお役に立つ好きなことできるんですから、こんないい仕事ないですよね。で、1人が選挙に出るとどうなりますか。今回の僕の場合も周り中が巻き込まれますよね。1万人が立候補すると100人ぐらいの巻き込まれかける1万人なんですよ。100万人ぐらいが、いや俺ちょっと友達甲子園に出た時と同じぐらい友達を選挙で応援したことあるんだよねっつって経験を持ちますよね。で、3年後に参議院選挙が来た時にその1万チームが自分たちの望む国会議員を国へ送り出す力になるんです。俺たち選挙のやり方はもう知ってるよ、自分の地元に票田あるよ、地盤あるよ、もっと広げるよ、おじおばにももっと伝えるよっていう人たちが1万人、1万チームいたら僕はできると思うんです。変えられます。数の力で変えられます。それをやりたいんです。いきなりなんかもう選挙みたいになっちゃいました。すごいですね、はい。
つい昨日だから熱くなっちゃいますよね、やっぱりね。そうだね、一、うん、回すごい意気消沈したけど、やっぱりみんなに元気もらうし、そして何より福島みずほさんや山本太郎くん、そして今バッチちょっとね残念ながらついてませんけど、 山田雅彦さん、彼ら議員たちの本気度に僕はビシバシやっぱり力をもらって、なんですかね、17万票を取って惜しくも落ちましたねとか言われるんですけど、彼らを見てると、いや俺に足りなかったんだと思います。この人たちは議員の資格があるし、俺はここまで行かないとなれないなって思いました。だからまたすごいそれも勉強だし、で一個今日アナウンスしときたいんですけど、明日8日山田雅彦さんたちが任意たちですね、任意たち主催の反TPP のデモが日比谷であります。日比谷野音で1時頃から集会があるというふうに。でな、昨日通ってしまった秘密保護法案ですけども、特定秘密保護法案、ずっとそれを警鐘鳴らし続けてきた若手弁護士の会の方々が今日いらしてるんで、ちょっといろいろとお話を聞きたいと思います。今日も見守り弁護団として腕章をつけてデモを見守っていただきました。大きな拍手でお迎えください。明日の自由を守る若手弁護士の会の共同代表を務めています黒沢と申します。皆さんこんにちは。私は共同代表で育休中なので、実は270名のメンバーの中で唯一弁護士じゃないんですね、今ちょっとなんですが、うちの会は全国北海道から沖縄までの270名の若手弁護士で、やってる団体です。今日は法律家として、市民の皆さんにぜひ昨日 の迎えての今日お伝えしたいことがあって今日ここに立たせてもらっています。いつもこういうところに立つとすごい適当に喋っちゃうんですけど、今日は本当に皆さんにお伝えしたいことをあれもこれも言いたいと思ってちょっとちゃんと紙に書いてきました。悔しいですよね。いや本当に私悔しいんです。怒りで眠れなかったって人たちもきっと少なくないんじゃないかと思います。法律家団体として、で一法律家として皆さんにお伝えしたいのは、もう決してここで諦めないでほしいというその一言につきます。毎日数千人単位で、果てはもう数万人単位で国会議事堂を包囲して集まってみんなで抗議の声を上げてきました。皆さんの怒りのその行動が束になって、やっぱ議員を動かしたんですよ。で可決されたんだと、じゃあやっぱり国民に力なんかないんだと、もう全然間違いです。違います、全然違います。皆さんの行動は意味がないどころか、実は確実に国会を動かしてたんですよ。民主党、例えば民主党は最初法案修正協議に応じるかどうかとかうやむやな態度だったけれども、それでも最終途中から反対の姿勢を明確にしたのも、それはやっぱり反対世論が急速に高まって、それにちょっとビビったからなんですね。で維新の会とかみんなの党とかも修正協議に応じたものの、でも結局反対世論があんまり高まって、で国会放棄されて、で堂々と賛成票を投じる勇気が結局出なくて、でおじけづいたから採決では、あんな感じで棄権したんです。で当初、本当に当初、自民党や公明党、与党の人たちはこの特定秘密保護法案によって、もう国民、私たちの内容を知らされないまま、もう時間のない臨時国会でもうちゃちゃっとどさくさに紛れても野党巻き込んで、麻生さん言うところのその那智の手口に学んで、そういう感じで制定されるはずだったんですよ。とは正面切って、だってそれは正面切って、通常国会で時間をかけて誠実に真正面から全問題点を洗いながら議論したら絶対負けたんですよ。絶対成立するわけがない法律なんですよ。だからこそ彼らは臨時国会に出したんです。だからこそパブコメも全然短期間でしか募集しなくて、でそれで臨時国会も結局実質的に昨日までっていうところで1日も延長せずに、この件に関しては延長せずにさっさと可決したんです。それぐらい自信がない法律なんですよ。でもだからちゃちゃっと可決すればいいなっていうふうに当初計画してたんです。でもそうはいきませんでしたよね。こっそりやろうとしたって、国民、私たちはそこまでバカじゃない。
世論調査とかパブコメとか公聴会だとかすごい不平等なことすごい理不尽なことされたけれども、でもどの結果を見たって圧倒的に慎重に審議しろっていう声が圧倒的だったじゃないですか。まあ、果ては国連までも警告したんです。すっごい恥ずかしいことです。これは国連がある一カ国の審議中のまだ生まれてもない誕生してもない法案のことを指して警告する批判する、これすごい異例なことなんです。もう本当に恥ずかしいこと。アメリカツアネ罪ツアネ原則っていう、まあ、国家機密情報の取り扱いに関しての国際スタンダードを発表したアメリカの財団は昨日になってですね、この特定秘密保護法案のことを今世紀民主国家で作られた法案のうちで最悪のものだっていう批判を出したんです。それぐらい最悪のものが作られてしまったんです。もう政府としては大誤算ですよね。大誤算、世界を敵に回しました。正義がどちらにあるか、それはどう考えても明らか、私たちにある。そしてみんなの会と維新の会がまでが試験して、当初与党が思い描いてたちゃちゃっと作ってちゃちゃっと打ち審議を打ち切って圧倒的多数で可決なんていう、そしつじみちしないようは全部おしゃかりだ。可決されたという意味では私たちは負けました。でも肝心なのその負け方です。負け方がどうだったか、限りなく勝利に近い負け方です。だって国民の声で揺らぎまくった末の恥ずかしいやり方での可決だったんですからね。絶対に私たちはあのやり方を忘れないし、誰が賛成したかも忘れない。皆さんはこの国の動かす力を持ってるんです。それにもっと自信を持ってください。法律家からのお願いです。皆さんに自信を持ってアクションを起こし続けてもらうためには私たち法律家何ができるのか一生懸命考えました。ただこう一市民として怒りの声を上げる、それだけじゃなくて法律家として私たちに何ができるのか一生懸命私たち考えました。でやっぱりそれって国民の皆さん、市民の皆さんに正しい知識をお伝えすることなんですよね。実際に法律の知識を使って何どんなアクションが起こせるのか、政治に向かってどんなアクションが具体的に起こせるのか、それはやっぱり専門家からお伝えしなくちゃいけない。だって市民の人たちは日々の生活で本当に忙しいんですから、そんな法律とか政治の本をいちいち読んで調べて暇なんかありませんよね。そういう時こそ法律家が自分たちの知識を皆さんに切り分けてお伝えしなくちゃいけない、そう思いました。でだから声明を発表したんです。私たち、昨日の可決して、まあ、すぐだったんですけれども、 Facebook やブログとか Twitter ですごいたくさん拡散しているので、明日の自由を守る若手弁護士の会で検索してください。すごく緩い感じの政府声明って言っても、まあ、すごい緩い感じなんですけど、まあ、A4 一枚に収まるぐらいの声明です。すごい具体的にどんなアクションが起こせるのか、例えば請願、どういう請願ができるのか、どういう法案を作れば林にできるのか、裁判で疑うとしたらどういう事件を起こして裁判をするのかなんて、もう本当果ては逮捕されたらどうするか、そういうことまで結構詳しく書きました。こんなことができるのかってきっと読んだら驚かれると思います。ぜひ検索してみてください。私たち明日の自由を守る若手弁護士の会って、そもそも今年1月に自民党の憲法改正の危険性を一人でも多くの人に分かってもらいたいと思って伝えるために作りました。特定秘密保護法案、みんな知ってる通り民主主義のシステムを壊し、まあ、国民私たちの人権をズタズタにする、激しく制約する、まあ、こんな成立しちゃったら事実上憲法改正も同じだよ、それぐらいのレベルのひどい法律だから、私たちもここで戦わなくちゃいけないと思って今回こうやって皆さんと一緒に頑張ってきました。安倍政権は、まあ特定、まあ、さっき三宅さんもおっしゃってましたけど、もうこの特定秘密保護法というのを最初の一歩にして、もう来年確実に憲法改正仕掛けてきます。この国の法体系を平時から戦時そのものに作り変えようとしています。それが彼のシナリオです。この小難しい政治や法律の世界のお話も少しでも分かりやすく噛み砕いて市民の皆さんに日々お伝えすることが私たち法律家の役割じゃないかなって思ってます。
今日のこの怒りを忘れずに、そしてがむしゃらに動けば本当に確実に国を動かせるんだということを自信を心に持って行動を起こし続けてください。私すごいあのヘタレなんですけど、民主主義って実は面倒くさいんですよ。面倒くさいと思ったことありませんか？やっぱ日々みんな自分のことで忙しいと、誰か偉い、まあ、なんか優しい人が自分たちのために、まあ、結構いい感じで政治してくれればいいのにって、なんかこう任せちゃうのに楽なのになって思ってる人も多いと思うんですよ。実際私もそういう人いいか現れないかなって思っちゃう時あるんですけど、でも人類の今までの歴史を見ると、誰か一人の権力者が国民のために勝手にその国民の自由と平和を守ってくれる、保障してくれるようないい政治をしてくれたなんてことは一回もないんです。そんな権力者が今現れながら、だからやっぱり私たちどんなに面倒くさくっても、一人の人間として誇りを持って自分らしくこの地で生き続けるためには、どうしても民主主義じゃなくちゃいけないんです。どうしてもやっぱり面倒くさいアクションを起こし続けなくちゃいけないんです。それは私たちが人間だからです。やっぱりこの地で人として生き続けるためには、自由と平和っていうのは自分たちで勝ち取りに行かなくちゃいけないダメなんです。今回のことで皆さん本当にそのことがきっと共有できてるんじゃないかなって思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど、最後にあの今の日本国憲法の条文を紹介します。97条っていうすごい地味なマイナーな条文知ってますか？97条、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、この権利は過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。諦めないこと、希望を持つこと、まあ、それは私たちの子供たちへの責任でもあるんです。最後に、まあ、しんどくても、まあ、あくまでも面倒くさく皆さん行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。もうね、あの頼もしいったらあれはしないよ、ね。で、僕弁護士の方々がやっぱりこの後に及んで、みんなほぼ 100% 弁護士をやられてる方は機密の保全法の危険を察知し、その立場から反対の意を表明してるわけですけれども、じゃあもしあの僕がそれで捕まっちゃったらよろしくお願いしますねっていうことを言うと、皆さん結構きっぱり助けられません。だからこれはそういう法律なんです。助けられませんっていうことをおっしゃります。だからこれで捕まった場合っていう模擬裁判をやってほしいんですけど、論理的に破綻しちゃうんですよね。ある秘密のために僕が捕まえられてですね、でもそれで捕まえたその人っていうのは僕の秘密を知ってるわけですよ。でも秘密だから知らないはずなのに、知ってる時点で秘密じゃないじゃないか。で、僕は聞きますよね。すいません、僕どの秘密の件で捕まったんですか。でそれは秘密だから教えられる。で、じゃあ裁判ってだって最初罪状認否もできないじゃないですか。何の罪で捕まったんだ俺はっていうところになるんだけど、まああれやこれやのちょっと冤罪チックな形で何かがつくんでしょうね。で裁判の時にああだこうだって言われてってことね。でもね、あんまり決まってないんですよね。あと1年あるんですけど、1年施行まであるんですけど、ほとんど曖昧なんです。じゃあ何の審議だったんだってことですよね、うん、法律を決める審議ってそこを決めるのが法律を決める審議ですよね、うん、っていうこの議論に時間を使わされるのはもうやめましょうね。ジャイアンがジャイアンルールを行使したというだけのことだからね、うん、そうだね。いや俺すごい考えたもん、なんでこんなんなのに謎々だよ、謎々なんだろうって思ったけど、あれ通したいだけなんですよね多分。なるほどね。あの二人が、まあそうなんですけどね。ほほほほほほ、はい、でも僕はやっぱり僕ら自身がどのぐらいじゃあその後に及んだら言うこと聞かないぞっていうことを
ちゃんとプレッシャーかけとかないと、はい、これめちゃくちゃ面倒くさいぞっていうことで、僕昨日かあの国会議員会館前の出席ホールでね、あの言い忘れてたことがあるんですけど、はい、自民党の議員さんはなんか心ある人は離れるなら今だと思います。本当本当、もう本当なんていうか末期の平家みたいになってるんで、離れるなら今だと思うけどな。あのだからね、まだ電話とかファックス続けてあげた方がいいです。昨日ね、本当ニコ生20万人見てるんですよ、最後の決議で。キャスとか合わせると本当に25万30万が見て、その後も100万人200万人にリーチしてると思うんです。で、政治家にその実感ないです、全くない。自分が晒されてネットの中で話し、まあ僕とかさ陽平君晒され続けてるけど、あの面倒くささを知らないと思う。噂は書き消されないし、僕らが口伝えでやってることっていうのはやっと情報として生きるようになってきてるんですよ。そうだね、うん、だから3年経てば彼らを落とせる、うん、全部証明されちゃってますからね、彼ら自身によって。いや、僕石破さんの好きなところは嘘をついてないと思うんです何を考えてるか全部言ってくれてるから、僕そこは政治家としてすごい誠実な方だなと思って。その通りそう、ただその考えてる内容が問題だよって言ってるわけです。だからすごいね、あ、みんなだったら分かりやすいんですけどね、本当はそうじゃないですか。いや、自民党多いみたいですよ。あの言っていいのかどうか分かんないですけど、あの昨日某山本さんの事務所でお菓子をいただいたんですよ、はい、それ食べていいの、それ河野池さんだよ、河野池さんが持ってきたんだよ。あの山本太郎、私ならこうするって言ってそう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 。で、その人に太郎君が声をかけたらしいんですよ、はいはい、お世話になってます、うんうん、そしたらなんか気に入っちゃったらしく、うん、そういうお菓子を送ってきたりする。なんかいい話だ、意味わかんないでしょ、うん、いやでも政治的だよね。あ、そういうこと、うん、あ、なんだ、俺普通に仲良くなったのかと思った。いや、多分仲良くなりに太郎ちゃんが言ったんだと思うんですよ。あの、まあ、反対側でもちゃんと喋る声だけはかけようって思ったと思う。そしたら向こうはお菓子を食ってた、ね、だから一応食っときました。あじゃあもう友達ですね。はい、河野池さんに今度会ったら、あの説お菓子ありがとうございました。美味しかったです。でもやっぱり OPK のケーキさん的には、あれは何ベクレルだったんですかってことはちゃんと。いや俺ね、すごいね、これベクレてるなと思ったけど、あ、そこまで話題なら食うわと思った。なるほど。ね、いや、混んでくれてるっていう表現もやっぱり福島で住んでる人とか傷つく人もいたりするんですけど、それも含めてやっぱりなんか、じゃあその言葉とかその概念とか、そこを追求する心に蓋をすれば誰も傷つかないのかといえばそうでもないし、いや俺らこういう思いで言ってんだって、それは別にお前たちをバカにしてるんじゃないんだっていうことをちゃんと伝えていきながら一緒に考えていきたいなって僕は思うんで、ああ言っちゃいけない、こう言っちゃいけないっていう問題じゃないような、その放送界における自主規制みたいな。ありますね。俺がね、マイルス・デイビスはキチガイだって言ってる時は褒めてるんです。だけど障害者のその介助されてる方とかの業界では、これはもうタブーなんです、ね、言ってはいけないという。だけど僕はそういう人にこういう壇上でそういうこと言ったことあるんで、安倍政権はとかそういう時に言っちゃったことあるんで、それはやっぱ僕らの世界では気持ちのいい言葉じゃないんですってことを伝えてくれてありがとうなんです。だから僕も気をつけるようにするし、あくまでマイルス・デイビスはって前置きをつけるしそれは音楽家にとってはしかし褒め言葉なんだということも伝えたい、はい、でそのまあまでいいと思うんですよ。それが共存しとりゃいいと思うんですよ。そういうことはいっぱい世の中あるんで、僕それが政治の原点だと思います。俺がいっぱい話してどうする、ランキンタクシー紹介します。問題発言の大先輩です。こんにちは、ランキンタクシーです。はい、言いたいことは忘れない、騙されない、諦めない、そういうことだけなんですけれども、そのためにもですね、皆さん健康第一ですね。はい、N95 のマイクもほとんど見えませんがね、本当にあのチャラいマスクでもダメですからね。はい、そして、この東京で三宅洋平がハゲたら東京ももうダメだという、まあ、これは受け狙いの発言なんで、今のはスルーしてください。それからですね、紹介に預かりました全日本下半身エネルギー開発公団専務理事ランキンタクシーですが、まあ、エネルギー問題はもう任せました。それからですね、この警視庁代表として言いたいことはですね、やっぱり、犯罪を見逃さない、権力の犯罪を見逃さない、そして絶対
諦めない、騙されない、ね、権力の嘘に騙されない、大事なことですね。そして、私だけは言える意見かもしれませんが、大麻は悪くない、大麻は役に立つ、大麻もアメリカから押し付けられた法律な大麻取締法も人権侵害だということを言っておくね。そんなことを今日本では言っちゃったら議員になれないらしいからね、誰かの代わりに言っときます。みんな自分の頭で考えろと言ってなきゃいけない、親に吸わせろ、まあそういうことじゃないですかね。みんなところでいいでしょうか、許してもらえますか。頑張っていこう、みんな健康第一、イエーイ大先輩でした。いや、出る前に問題発言するよとは言ってましたけどありがとうございます。ランキンタクシーの逆勝、イエーイ。まあでも本当に今日はマルチイシューということで、いろんな問題意識をみんなが寄せ集めてきて、まあ、その中にもちろん TPP のこともあったり、だけど自分の個人的な生きてる中で生じた問題を抱えてきてる人もいっぱいいると思うし、だって一番最後ね、お散歩のところなんてうっかり警察がデモが終わったって間違えて経験解きかけたっていう、そんなに溶け込んでる、もっちり溶け込んでる、通行人と 見違いがつかなかった。そう終わっちゃったと。すごいね、カメレオンデモ、一見デモじゃないんだけど実は町の人が全員デモだった。 PS リスペクト、ネルソン・マンデラ、みんな受け継がなきゃダメだよ。ねえ、平等でもったら大バカ野郎、ネルソン・マンデラの魂ぶつけてやろうぜ。世界には偉大な先達がいるしね。さっき KW さんも言いかけてくれてましたけど、陽平君がもし27年獄中にっていうことを言いかけてたんですよ。冗談じゃねえよみたいな俺はマンデラになる気はねえよみたいな。27年獄中にいたら何曲かけるんだろうね。まあそんなこともありつつ、あとさっき明日の日比谷のデモのことを少し言及しましたけれども、山田さん今いらっしゃるので改めてですね、明日のことをちょっとアナウンスしてもらおうかなと思います。よろしくお願いします。イエイ。今日はね、本当にこういうデモで初めての楽しいデモです、ね、赤ちゃんも、そしてこう、馬車で、ね、みんなで歌いながら、踊りながら、こんな楽しいデモ、そして昨日の忌まわしいことから一変して、で、今日から本当に新しい形の新しい人たちが本当に日本を変えていく、これからは皆さん方が日本を変えていく、そういう時に来たんじゃないか。そして明日ヤオン、日比谷ヤオンで1時からそれこそ右から左まであらゆる今度は大人たちも集まって、そしてみんなでこの TPP、 これはねまさに秘密保護法案も TPP の秘密協定を絶対守らなきゃいけない、ね、これを漏らす人がいたら、漏らす公民がいたら国民に対して国会議員がアメリカはないようにアクセスできる、その国会議員がもしも太郎君がもしもその内容をばらしたら太郎君は即刻逮捕されてマンデラじゃないけど27年間刑務所に入るということにならないよ。でもそういうところまで来てる。そうなると我々は今日のように本当に国民に大衆に訴えた、そういう若い皆様方のこれからの新しい形の日本を変える活動に、ぜひぜひ今日三宅洋平君とか山本太郎君とか若い人たち、そして今日地元のみんな頑張りましょう。ぜひね、明日の集会もぜひ
よろしくお願いします。どうも。ありがとうございました先生、ありがとうございます。僕明日行きます。僕も行かせてもらいます。よろしくお願いします。僕ね、ずっと長らく運動されてきた、その要はですね、なんとか競争とか、なんとか、なんとか組合とかって、で、なんかすごくメディアを通じて、左左って言って、マイナスイメージをこうラベリングですね、されてきて、ああいう人たちがなんかデモをこうおっかないものにしてるんだみたいな刷り込みもあるんですけど、僕結構反原発の現場とかで社民のおばちゃんとかと喧嘩しながら、こんなダサいデモ俺来たくねえよとか言って、俺友達呼べねえよこんなデモとか言ってやってきたんですね。だけど1週間前に愛媛の、松山で やったノーニュークス愛媛8000人が集まったんです。これは愛媛の松山に8000人っていうのはもう強規模ですよ。ありえないことなんです。すごかったでしょ。で、何十年やってきたおじさま方がみんな俺やってきてこんなの初めてだって言ってくれたんですけど、そのデモはなぜそうなったかというと、やっぱりなんか俺みたいなやつがいて、地元の高岡君っていうんですけど、彼が絡んでもう何回もミーティングでおじさんたちともう泣くぐらいの大喧嘩を何回もして、最終的にあんまり理解されないまま当日を迎え、そこで彼が展開したそういうマルシェとか、あるいはこう若い人が集まったのを見て、ついにおじさんたちが、いや、あいつはめんどくさいけどやったっていうことで認めたんですよ。全員言ってましたね、お前はめんどくさい、お前はめんどくさいって。もうその日の打ち上げ、全おじさんの挨拶がもうその高岡君の魚になってましたからね。でそういう形で僕らの世代がまた関わっていく。で、僕がそこで見たものはまさに分離を起こしていた、そういうデモが嫌だと思ってた人たちと、もう安保闘争以降やっぱりそういうデモで国を揺さぶってきたおじさんたちの自負とが合体して開港を起こした瞬間を愛媛で見たんです。そこですごい勇気をもらって今日に至る。で、明日のデモはまさにそういった人たちが主役の、主役というか主導しているデモなんですけれども、何より若い人たちが何の気ないこうプラッと自分の格好で来てくれるのがすごい勇気になるんです。あ、俺たちは孤立してない、ジェネレーションギャップの中でもなんかどんどん年老いていくな俺たちは、じゃなくて若いのが入ってきたって言ってものすごい喜ぶんですよ。だからあなたが一人行くだけでものすごい力です。だから明日お暇な方はぜひもっといいマスクをしてですね、日比谷の方へご集合ください。よろしくお願いします。お願いします。本当国家戦略特区という、カジノができたりとか解雇できるようになるっていう法律が、法案が昨日秘密保護法案の後に通ってます。実はこれも大問題。そう、これのが大問題なんです。本当にこのワードにまずみんな今日持って帰ってね、はい、調べてください。経済特区、本当にね、山本太郎がキャラバンを始めた時、秘密保護法っていうのは誰も知らなかったです。本当に知らなかった。だから実は昨日通っちゃって落胆してる人たちの中で、僕は落胆したけど、でもよくここまでみんなに知られたなって思ったんですよ。よく知られた。そしたらこの1年間戦えるって勇気をもらえたんで、本当に一人一人が参加してくれることは、真ん中で動いてる山本太郎とかにとってもすごく力になると思うんです。結構孤独なんで、あれ間違いない、大変です。言い出してこれが正しいのかどうか分かんないけど、毎日毎日街角に立ってってことをやるのは本当に大変なんで、一回やってみると思います。いや、そのためにまあ1万人が立候補しますからね。あ、そうかそうか、街角を味わうやつが1万人出てきますから、今から日本変わりますよ。で、そしてデモはデモでこう楽しいから続けてきゃいいんだと思います。だからマルチイシューで常にその都度の時流に沿ったテーマに気持ちを乗せてきゃいいんで、何のデモやりますじゃなくて2ヶ月後にデモやりますって決めときゃいいんだなっていうのが今回俺は分かった、はい、だから2ヶ月前から申請出してさ、実際こういうノリになると思ってなかったもんね。うん、この秘密保護法案のことがまさか昨日はなって今日こうなると思ってなくて、デモはデモで続けるし熟成させていくんだけど、一つそこを通じてまた学ぶことが、デモをしなきゃいけないとこまで追い込まれる前にやることがあるなっていう。あとね、 生臭い話をする前に、はい、これ本当パーティーの、ね、告知とかしろって言われてるんですけど、その前にこのデモは本当にね、新しい人たちが集まってくれて、普段デモに行かない人が多いかもしれないですけども、今311以降にこの2年半本当に小さく小さく運動を膨らましてきた人たちが、ほとんどの団体が参加してくれました。もう超リスペクトです。
いろんなところで小さな揉め事があったりするのを全部乗り越えてこの大デモに三宅洋平嫌いっていう人もいるでしょうけど山本太郎嫌いっていう人も含めて、参加してくれました。本当に感謝です。ありがとうございます。野党にできなかった一本化を僕らは やれたぞ、はい、この調子ですね、はい、だから前回の会議の時にもう顔ぶれを見て俺泣きそうになったんですよ。怒ってたの怒るのはケーキさんの仕事です、はい、得意技なんで。じゃあ最後はちょっとザ・パーティーの、はい、まあデモの後にパーティーやるなんてっていう声もいただきました。だけど僕らは多様な社会を作りたいです。俺たちはずっとこの東京のアンダーグラウンドでクラブカルチャーというものに携わりながらパーティーで物事を訴えてきたんです。だからデモの後にパーティーやるのは当たり前なんです俺たちにとっては。デモに参加したみんなに踊って楽しむ時間を僕らこれまたクリエイトしてます。そしてそれが一つのカンパになるっていうスタイルを提唱します。もちろん神聖なるデモでお金を発生させたくないという形で動いている人たちもいっぱいいます。今日も都内で同時多発的にやってます。でそこのコンセンサスをめぐって各地のリーダーたちと電話で談議したりもしましたけど最終的にはお互いエールを送り合おうやということでしっかりそこもハートをお互い握った上で各地で各々の主張をしています。だからそういう意味では本当に僕ら気持ちの中でみんなにエールを送りたいし、はい、その話はねザ・パーティーに来てほしいって話がしたいんだ。で5時から10時までやってます。僕も最後の方歌います。 DJ 沖野修也、デイリー KW 社員、スピナビル、椎名純平、青ヤング、ラビラビ、リク&藤沼慎一、DJ ケンジ、ハウスバンドはクロマニオン、イズポン、コシノリウタ、モトハグで、いや、踊り明かそうかじゃあ元気のある人はぜひ集まってください。で、思うんです、乳母車でデモしました。子供たち、マスクしてない子、してる子、そこは親とこの話し合いの中での結論だと思うんです。でそれをめぐってまたすごくそういうことに危機感を持ってる西の方とかまで避難された方から避難されたりします。全員にさせろ、子供を出すな、それも声としてもらいます。だけど俺は答えは提示しません。みんなで風土を作っていくべきだと思うんで考えて、じゃあ何かこのデモの後に症状が出て慌てて気をつけるとか、とにかくその繰り返ししかないと思うんです。野呂さんみたいな人に言わせればあまりに甘いそうです。だって座るなっていうの、うん、でそれも多分一つの事実だと思うんですけど、とはいえそれだけ言ってたらニッチもサッチもいかない現状なんで、多分僕らは正だか合わせ飲んで、ただ全ての価値観を受け入れたいんですよね。だからそういう意味でもマルチイシューでありたいなと思うし、それが僕らの提示したい社会の縮図だと思います。だから全ての声を一つの声として成立させてリスペクトしながらやっていきたいなということで、はい、大デモ参加者数本日ですね出発時が3000人、その後沿道から多くの参加者カウント不能出発時間が予定より20分早まったのを誤ってください。あ、はい、これ指示でしたね。出発時間が予定よりちょっと早まってしまった関係で少し混乱があって、太郎くんのスピーチが聞けなかった人とかもいたと思うんですけど、最後はこう太郎くんにうおーっと送り出してほしかったんですけど、若干ごちゃごちゃしまして、その辺はまたもう一回ちゃんと申請を出すときに警察の方ともですね、もう一回すり合わせを念入りにやるように心がけていきます。本日ちょっとタイムテーブル混乱を起こして申し訳ありませんでした。記憶にございませんで、あとね、帰りがけおまわりさんみんなありがとう、お疲れ様をぜひ伝えてあげてください。うざくない程度実際僕らいつもねこうスピード違反とかでこう追っかけられるんですけれども、職務質問とかで追っかけられる側なんですけど、こういうなりしてるんで、でもデモやりだしてから思ったのは本当に守ってくれてるんですね、警護してくれてるんです、休日出勤とかで。だから本当にそこはおかげでデモができてるんで、お疲れ様でした、ありがとうございます。僕らはまずどんどん伝えていきましょう。そんなとこかな。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこの調子 で、ね、パーティーとあとスタッフがカンパを集めてるんでぜひよろしくお願いします。本当に次がなくなると思うから今日は本当多様なオルタナティブな文化をここにこう展開してくれているマルシェのお店の皆さんにも大きな拍手をお願いします。アスガーデンもありがとう。ありがとう、アスガーデン、皆さんご迷惑をおかけしました。これでじゃあ、はい、パーティーまで休憩、あ、リハあるし、
そうだね、それじゃあ一回僕はちょっとリハリングで行きますけど、もちろんパーティーへお越しにならずに今日このままあの、解散される方々もこの調子でどんどん作っていきましょう。で、何だったかってことを周りの友達に伝えて、次来るときは本当両手に誰か連れて説得して納得してあの、もらった上で来てもらいたいなと。本当は歩くだけでいいと思うんで。そうだね、必要はそれがやりたい、ね、今日ちょっと踊りすぎた。いやいやいや、絶対毎回踊ると思うよ。燃えちゃうさ、それはあれは愛媛でもそう思ったもん、だけどね、あの音を出すこと問題だって石破さんが言い始めてるじゃん。そうなん、俺いいよ、それだったら引き換え条件があるよ、選挙中の凱旋館も全部禁止にしろ。おう、そうだよね。したら俺たちサイレントデモやるよ。あの音やだよね。やだやだよ。そしたら俺は後世語られるわけでしょ、あの男はデモの音量と引き換えに凱旋者をなくしたんです議員にならなくても凱旋者なくせるのかって、ね、それも政治力かもしれないし、ろうそく持ってさ、20万人ぐらいがもう黙って賛美歌とか生声で歌いながら。やだな、でもマジっぽくてやだね、音本当に やめろって言われるかも、ね、アベマリア、アベやめろとか歌いながら。あーねー、東京もまずいですよ。あの猪瀬さんがどうのこうのとか言ってますけど、猪瀬さんをやめて都知事選があるとしたら名護の市長選が吹っ飛んじゃうから。そう、名護の市長選がどう大事かっていうのをそれも俺ブログで書くわ。今日はこれ以上話するとみんなあのもうポケットに手入れ始めてるからさ、はい、すいませんね、あの本部があって物販もやってます。三宅洋平の最近出た本とか、あの皆さん恥ずかしい、あの三宅洋平はアルバトロスというバンドをやってます、はい、その CD 音源もあるんで、それがね一番嬉しいんだよね、聞いてくれるのが。でみんなね、アルバトロスって書いてある CD が置いてあっても三宅洋平の CD だって思ってない人結構いるんで。あ、カッコカリってついてるやつが僕のバンドなんですけど、はい、あの17万票入ったってことは CD も17万枚売れるのかなって思ってたんですけど、全然なんかあの CD の方が、一応必要見でも5万くらい売れるかなと思ったの。でしょ、すごい売れないんだよこれが。厳しいですね、厳しいびっくりする、うん、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。また会いましょう。ありがとう。集まった皆さんそれぞれに